忍者 H2 は、川崎重工業モーターサイクルエンジンカンパニーが製造している4ストロークの輸出市場向けの大型自動二輪車である。日本ではレース専用車の未製機で販売されており、市販モデルについては逆輸入という形で販売されている。レース専用車として販売されている H2R についても、本校で詳述する。 かつて強烈な加速力を誇った 750SS マッハ4と川崎のスーパースポーツモデルに与えられる忍者シリーズのトップモデルとして忍者 H2 と名付けられ川崎重工業グループの総力を結集して作られたフラグシップモデルである搭載されているスーパーチャージャー付きエンジンは航空宇宙カンパニーとガスタービン機械カンパニー及び技術開発本部の 技術協力により製作されたエンジンと一体のもので、これを従来のスーパーチャージャー付きエンジンと区別して、スーパーチャージドエンジンと称している。また、車体のデザインも航空宇宙カンパニーの技術を使い開発されたものである。最高出力は競技専用モデルである H2R が 228kW という驚異的な出力である一方、行動向けモデルである H2 は 147.2kW に抑えられている。さらに、ラムエア加圧時は、H2R が 240kW、14000RPM、H2 が 154.5kW、1000RPM 10, となっている。フレームは、従来のスーパースポーツで採用されることの多かった、アルミ製ツインスパートせず、露出部分が多く放熱効果が大きいこと等から、 スチール製のトレリスとした。このフレームの採用にあたっては、川崎重工業グループの技術を活かした専用のロボット溶接機が導入されている。リアサスペンションは、川崎製のオートバイとしては初めてアルミ製の片持ちスイングアームが採用されている。灯火類は h に h に r ともにストップランプは装備されているが、ヘッドライトやウィンカーは h にのみ装備されていて、 このうちバックミラーといった一体となっているフロントウインカーはダウンホースが得られるような形状となっている。一方 H2R ではその部分にオートバイとしては珍しいスポイラーが装備されている。両車種ともアッパーカウル下に設置されているラムや外交部下部にチンスポイラーが装備されている。これらは航空宇宙カンパニーの技術を応用して設計されたものである。 加速性能を開案してシングルシートとなっており定員は1名である。カウルは H2 が樹脂製、H2R がカーボン製となっていて川崎重工業の中でも歴史的な意義を持つ製品にだけ与えられるとされるリバーマークがアッパーカウル中央部やキーにデザインされている。塗装には量産者としては初とされる銀鏡塗装が用いられている。 この塗装の傷を見落とさないよう製造ラインは特別に明るくされており他の製品とは違いベルトコンベアを使わず専用のラインで製造されている。ありがとうございます。